フェスティバルゲート、フェスティバルゲートは、かつて、大阪市何区恵比寿東3丁目4番36号に、存在した、複合娯楽施設。第3セクターのフェスティバルゲート株式会社により、運営されていた、現在は解散している。大型遊具や、娯楽施設と、商業施設を合体させた、都市型立体遊園地として、 1997年7月18日に開業。総面積1.4ヘクタール、店舗面積5700メートル、約380台収容の駐車場や、約120台収容の駐輪場も設けられていた。新世界のランドマークである通天閣から見て、南南西300メートルほどの場所にあり、東隣には同時期に開業したスパワールドがある。 遊戯施設の利用は有料だが、入場は無料だった。地下には、地下鉄御堂筋線の動物園前駅への連絡通路や、市バスの地下鉄動物園前停留所、奏車扱いも実施も設けられ、道地への抜け道として通ることもできた。来場客の減少により、2007年7月31日までに、ほぼ全ての店舗及びアミューズメントの営業を終了。 2009年1月30日に行われた競売で、マルハンが入札し、改築計画を発表。建物は海底に沈んだ古代都市をイメージした、外観で、西南角にそびえる高さ約45メートル、幅52メートルのエッジ型のゲートタワーから、入っていくと、2階のプラザアイ、プラザ E、プラザ E と呼ばれる3つの広場に繋がっていた。3つの広場は、遊戯施設や、 商業施設が一体化した都市型遊園地内にあり、遊びのおもちゃ箱を連想させるような夢空間を演出していた。8階建てで2階の中心部から吹き抜けとなっており、その中を全長約750メートル、最大車度約50度、最高速約時速100キロメートルのジェットコースター、デルピスザコースターが縦横無尽に駆け抜けた。レーンは建物を突き抜けて、 外側にも設けられて独特の外観を構成していた。また、ゲートタワーの下の空間にはゴンドラ2台が振り子運動と宙返りを繰り返す絶叫マシン、クロノスがあり、この他にもイルミネーションが美しいメリーゴーランド、乗り物に乗ってレーザー銃で標的を倒す、シューティングシミュレーションゲームなど様々な遊戯施設が各階フロアに配置されていた。また、海外の珍しい雑貨や、 アクセサリーなどを取り揃えた商店やレストランが多数入居。内装はイタリアのベネチアやアメリカのウエストコーストなど海と関わりの深い都市や街をテーマに演出れ、買い物やカフェテラスで食事をしながら遊戯施設で遊,設で遊ぶ人の感性を楽しむこともできた。7階にはスクリーンを4つ備えた映画館動物園前シネフェスタ4が併設されており4巻を合わせて 約600人を収容できた。マスコットキャラクターは、イラストレーターの久保利明、現、久保翔太により絵描き下ろされた、たらった。名前はギリシャ語で、海を意味し、開園後の一般公募で決定した。もともと、この地には、大阪市交通局の自伝天皇寺車湖、霞町車湖があった。バブル期の1989年。 大阪市交通局霞町車庫跡地開発プロジェクト土地信託事業計画提案協議に則り区画を AB の2つに分断。このうちの A ゾーンに建てられたのがフェスティバルゲートで東洋信託銀行、中央信託銀行、三井信託銀行による共同事業案をもとに総工費約500億円の一大プロジェクトとして建設が開始された。 土地信託方式による事業であり、当初の信託期間は2020年3月までとなっていた。なお、B ゾーンにはスパワールドが建てられ、1997年7月18日に開業した。ジェットコースターが大胆に建物を貫く迫力のある外観と施設自体の入園料が無料であることなどから、開業初年は入場者数が831万人を記録。 大いに賑わいを見せた。しかしそれもつかの間、翌年には、アジア通貨危機による不況の煽りで早くも営業に、陰りが見え始め、さらに2001年には、USJ の開業や少子化等の打撃を、受け入場者数が大きく減少。飲食店などの店舗は、賃料の高さに比して、売り上げが落ち込み、店舗は次々と撤退。開業4年後の年間入場者数は、 約300万人にまで落ち込んだ。その後、大阪プロレスの本拠地を誘致して、本社機能圏常設会場の大阪デルフィンアリーナを開設したり、芸術系 NPO の集積、新世界、アーツパークと文化活動団体への貸し出し等のいくつかの小入れが行われたが振るわなかった。営業が不定期であったことや、それゆえの格安な賃料も、 既存の店舗から反発を受けた。そして2004年2月、新宅銀行産業は、事業からの撤退を表明し、運営元のフェスティバルゲート株式会社は倒産。大阪市は、最終的に200億円の赤字を補填する形となる。失敗の原因としてはいくつかの点が指摘されている。倒産後は、運営母体が、オリックスに移り、同社の支援のもとに2005年4月にも、 大阪市交通記念館として全面改装する予定であった。しかし、建物フロアの耐荷重が、市電や地下鉄車両の重さに耐えられるほどではなく、レプリカをわざわざ作って展示する構想もあったなど、コンセプト自体に無理を含んでいた。そういった中、全面改装にあたっての入居中店舗との立ちのき交渉が決裂。結局オリックスは支援撤退を表明し、 改装計画は白紙となった。2007年1月、大阪市は施設再生の最終検討に入り、大阪市が年2億円以上の維持管理費を負担する条件で、施設の一部をアート、福祉、経済活動が一体となった用途に貸し出すとするコンペを行い、新世界、アーツパークなど民間団体などの応募を受け付けたが、収益性の面から見て、 実現困難として5月には全案を却下し再建を断念した。以後大阪市は土地建物の売却を開始して各テナントには7月までにすべて撤退するよう通知した。この時点での施設評価額は建設費の30分の1にも満たない約8億円とされ解体撤去される可能性あった。そんな中2008年2月に行われた。 条件付け一般競争入札で、フェスティバルプラザ APP が26億円で落札し、建物は解体せずそのまま使う予定だと発表された。しかし、売買契約締結期限の同年3月31日までに、契約締結には至らず、同年5月14日に、大阪市は売買契約を断念した。大阪市は保証金2億6、0円を没収し、違約金など8億 500万円を請求した。2010年5月20日に大阪地裁は市の訴えを認め、同社に対して全額の支払いを命じた。このほか、2007年5月5日にはエキスポランドでジェットコースターの脱線事故が発生。その翌日からデルピスザコースターの運転を中止した。点検の結果問題はなかったが、そのまま営業終了が決定し、 施設内の遊具はすべて営業終了となった。そして同年7月末には一部のテナントを残してフェスティバルゲートとしての営業を終了した。大阪プロレスも同年8月26日の興行を最後に撤退し、道頓堀の新会場、デリフィンアリーナ道頓堀、あとの大阪南ムーブ、オンアリーナ、道頓堀アリーナに移転した。また、 芸術系の NPO 団体3団体も2007年末に残っていた株式会社藤川とサンクスフェスティバルゲート店も翌2008年内にそれぞれ撤退し入居する全テナントの退居が完了した。2テナントの退居直前時点でビル全体の90%以上が空室となり動物園前駅への連絡口のある地下からスパワールドへの連絡通路がある2階までを除く 大半の区域が閉鎖、立ち入り禁止とされた。テナントの退去後、順次ビルの解体が進められていた。テナント退去に前後して、地下にあった市バスの操車場も閉鎖された。これに伴い、ここで折り返し待機をしていた1号系統は、運行経路を変更し、安倍の橋、動物園前引く、地下鉄動物園前引く、市大病院安倍の橋間の循環運行となった。また、 サンクス前にあった停留所も休止となっている。一号系統以外の路線については、地下鉄動物園前から安倍の橋間の運転は取り止めとなり、一号系統も2010年3月28日のダイヤ改正で当地への乗り入れを終了した。2009年1月30日に行われた3回目の競売にマルハンのみが参加し、予定価格8億3。 霊園を上回る14億に霊園で落札した。掃除業費55億円をかけて2階建ての新たなビルを建設し、ボーリング場を中心にしたスポーツアミューズメント施設、通天ゲート、歌唱として2013年までのオープンを目指していた。同社はパチンコ店の営業を主体としているが、契約上5年間はパチンコ店の出店は禁じられている。 2013年7月には4階建ての寒流テーマパーク歌唱を2014年秋に開業させると発表した。しかし、日韓関係の悪化を理由に計画が見直され、ドンキホーテを各テナントにした商業施設建設することになった。2014年12月30日にマルハン新世界店が先行オープンした後、2015年2月27日に、 メガドンキホーテ新世界店が丸半2階にオープンした。大半の施設は2007年8月末に営業終了。解体直前の時点、2011年7月現在では3階から5階までの大部分と6階以上は閉鎖されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。